こんにちは、あやなんです。カステラだと思って食べたらテレビのリモコンだったことあるよね、今ゆです。見てください、この可愛い背景、見てこれぬいぐるみは全部同じ方向向いちゃってます。ここに子供がいて、ほうあげろみたいな感じの。これそのまま船としてガーって進み始めそう。デデデンデンデデデンデンデデン。まあ今のは全然本題と関係ないんですけど、今日はちょっとただ俺がやってみたいっていうやつがあるんだけど、 YouTube で見ちゃったの。ノーハンドゼリーっていうやつやりたくなっちゃって、やりたくなっちゃってやっぱりなんか赤ちゃんが生まれたら、こうやって赤ちゃんをこうやってやりながらノーハンドで何かすることが増えるかもしれないから、ノーハンドで何かしらをねやることに練習しといた方がいいと思います。ダメです、ゼリーがなかったのでノーハンドプリンでやっていただこうと思います。ノーハンドゼリーっていうのは手を使わずに顔にプリンを乗せて、これ表情筋だけで動かして口に持ってくっていうやつです。それではノーハンドプリン、うるさ挑戦スタート。いきます。あ、はい、どうぞ。なるほど。うわー、冷たい冷たい。あ、美味しそう。いや、まばたきで運ぶ、まばたきで運ぶ、まばたきで運ぶ。いいぞ、いけそう、いけそう、いくぞ、いくぞ。あ、鼻の心の間が関門だ。鼻をどうやってくぐり抜ける。せーの、えよわかったわかった、鼻が関門だ。鼻だよ、ここのね、段差ね。なるほど。あーちゃん段差なくない？え、あーちゃん段差なくない、どういうこと？あーちゃん難関がなくない？あります、私だって鼻あるよ。え、そうこれ嘘でしょ、これ低いけどあるの。一回あーちゃんやってみる。えー、ノーハンドプリンスタート。ちょっと待って笑っちゃう。ああ今のなしなし。イエスハンドじゃん。待って待って待って、なしなし、今これからこっから ,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 
あーちゃん。ああ、そこ動かしても意味ないから。この辺動かす、この辺。眉毛ら辺動かして。バクちゃん、私鼻ない。すごい。鼻をすんなり超えた。鼻がない。あ、いけそう、いけよう。うん。あ、いける。全部食うんだ。これからもね、ノーハンドで楽しい空中生活をしたいと。